台風の最新情報をお伝えします。まずは台風12号からです。台風12号は今も強い勢力で、最大風速40メートル、最大瞬間風速60メートルです。この後は、大陸方面に進んでいく予想です。風速25メートル以上の暴風域からは石垣島などは抜けましたが、未だ風速15メートル以上の強風域、こちらの黄色の円内に入ったままです。まだ風が強い状況が続いているといった形です。では現在のアメダスによる風の実況を確認しています。こちら与那国空港にあたりますが、平均で 16.5 メートル、15メートル以上、また石垣島の伊原間でも16メートルの平均風速が観測されています。最大瞬間風速見てみましょう。こちらは13時までの1時間の最大瞬間風速を見ますと、20メートル前後の風が西表島や石垣島などでもまだ吹き続いているといった状況です。暴風域からは出たものの、まだ今日いっぱいは強い風、非常に強い風が続くといった状況になります。ちなみにですね、こちら夜9時の風の予想になります。与那国島では平均で17メートル、また石垣島などでも10メートル以上の風が予想されています。瞬間的には20メートル前後の風がまだ吹きやすい状況が続くということになりますので、台風が去ったからといってもまだ強い風には警戒を緩めないようにしてください。そして雨雲の様子です。13時現在の雨雲の様子を見ますと、台風本体の雨雲はだんだん離れていきますが、南の海上には台風の外側の雨雲があります。こういった雨雲が断続的にかかりやすくなりますので、一旦雨が止んだとしても、急にざっと短い時間ですが、降るということもありえます。これまでかなり雨量まとまっています。記録的な雨になっているところもありますので、引き続き土砂災害などにも、警戒が必要だということが言えそうです。また沖縄本島などもね、晴れの報告いただいていますが、このように台風の外側の雨雲もありますので、今後も急な雨にはお気をつけください。ではもう一つの台風13号の状況です。台風13号は本州からおよそ、そうですね、2000キロ以上離れたところに中心があります。この後北上します。日本への直接的な影響はなさそうです。現在2つの台風がありますが、もう一つ日本の南には熱帯低気圧もあります。3連休に向けてこの熱帯低気圧の影響で大きく荒れた天気になる恐れもありますので、今後も台風情報、熱帯低気圧情報を常に確認するようにしてください。これらの情報はウェザーニュースのアプリでご確認ください。